うちは母子家庭で、お母さんと弟と私で3人暮らしなんだけど、私がまだ小学3年生の時、同級生の男子3人にいじられたんです。無理やり押さえつけられて後ろから蹴られたり、片親だからとか言われてぶたれたり、悔しくて言えなかったんだけど、帰ってきて顔のあざを見つけた母さんが、どうしたの？って聞いてきました。お母さんは、私たち兄弟育てるために毎日働いててくれて、休みもなくてだから迷惑かけたくなくて、言わないようにしようって我慢してたんだけど、涙が出ちゃって悲しくて悔しくて、もうどうしようもなくて、ボロボロ泣きながら話したんです。そうしたら、母さん、小さい、143センチしかないが怒って、次の日学校に乗り込んでって、そいつら3人組を、教師の前で叱り飛ばしたんです。そりゃ、うちの子は、綺麗な服とかは着てないけど、あんたたちみたいに心までは汚くないんだよ。って啖呵切ったんです。母さんのそんなとこ見たことなくてびっくりして思わず、止めたんだけど、母さん切れちゃって、今後うちの子になんかしてみろ。あたしが、お前を八つ咲きにしてやる。って言って怒鳴りつけたんです。その子泣いて謝ってました。じわーっとズボンにシミまで作ってました。その後、家にも押しかけたら、なんと、その子の親が、母さんと夜学時代の同級生で、しかも、母さん女番長で、向こうの親が下っ端だったって、その子親にも殴られてピーピー泣いてました。あれトラウマになってないといいけど、大変な思いさせて、ごめんねって言ったら、母さんの母さんは、知能遅れの人で、でも美人。父さんは、酒飲みで前科のある大工で、よく山3つ越えさせられて、酒買いに行かされたって。真冬の夜中山越えるよりは、全然楽だって。母さんそれ笑って言うことじゃないです。人様に迷惑かけるような奴は、殴り飛ばし叱って更生させての繰り返し。ってお母さん。しかも、寝てた時に帰ってきた母さん、枕元で片親で、ごめんね。って泣きながら言われたら、私も泣いちゃうじゃないですか。読みにくかったり、不快にさせてしまったらすみません。